はい、さあ始まりました、萌えドラチャンネルです。もうズバリ言うと2人は世界一だった。ありがたいですね。いや本当にマジで大世辞抜きで、荒木と2人のあれって大体二遊間行ってどっち取るとか言うじゃん。荒木の方が背が高いから、俺はその場にいるけど、お前はジャンプしてても上で、荒木の方が高いから。今の後ろ気味のフライの取り方で大体結構これで取るじゃん。荒木のその取り方って見たことなくて、どっちかってあのバスケットのジョーダン、そうだ、ね、ジョーダンのような感じのちょっとなんかこう横に走っていった感じのあのジョーダンの取り方のイメージだから。まあでも本当にびっくりするようなプレーはやるよ、本当に。またあの綺麗でしょ、ダイビングしてるの、飛んでるとこ。なんか俺の場合はこう地面を張っていくような感じだけど、あいつの完全に浮いてるから、あのね、宙にあれみたいな感じ、あの海でタチウオかなんか飛ぶ、そうそうそう、タチウオ飛ぶんかいみたいな感じなんだけど、そうそう、あのちょっと長く、そう長いよね。そうで、またさ綺麗なんだよ、こう一直線でさ、そうそう、何なんだろうね。だからそうセカンドに珍しくやっぱり飛ぶことも多いし、なんかこう巨人の西さんと違う、そういうあんまり汚れないでしょ、あいつの飛んだやつも。しかも日産とかなんか汚れてる感がある。だからね、下から行くとね汚れるのよ多分。だからかな、あの接地面が多いから。あっきの場合は多分飛ぶ前に空中に浮いて落ちた時だから、擦ってはないんじゃないかな。擦ってない、ほんでしかも足とかこの辺が膝周りがすごい汚れてるとか、ベルト周り汚れてるとか見たことないもん。そうね、もうね、だから胸の一部分ぐらい。あ、だって彼のヘッドスライディングみたいな1、2回しかないからね。なんか牽制戻る時や、ね、寝てるだけだからね。あ、俺ね、でもね、牽制ね、いや牽制はあのほら寝てるじゃん、なんかこう、はい、腕立てみたいにこうやってやる、それこそタチウオがこう飛べなくなったタチウオそのベタって年取った。でそのあれね、ヘッドスライディングね、引退の年ぐらいに初めて見たホームで。多分ね、あれ監督にお前ホームのヘッドスライディングするなって言われてたんだよね。あ、そうなんだ。そう、多分まあ、今はそうブロックもできないから、それでいけるようになったけど、ただしブロックの時に頭から行くなって言われてたと、言われとったから。それ言われてんなら、ドラゴンズの選手がファーストにヘッドスライディングとかあんまやめてほしいよね。結構あのするんだけど、みんな近いよね。そう、怖いよね、見てたら。ファーストでジャンプしたりとかする可能性あって、落ちた時に手踏まれたらもう多分もう終わりでしょ。これはだって俺だってプロでヘッドスライディング2回ぐらいあるんだよ、セカンドで。しかも西さん、西さんがセカンドで、うん、牽制か、牽制で。そうだ、俺見たそれ。俺もう夏場だったんで東京ドームで、もうびっしょびしょやって真っ黒になってさもうあれ下手したらアウトになったのかな、1個は。アウトなってないんかな、なんかもうびっくりして。これ普通に沿ったんだけど西さん好きじゃん、そういうの。まあ好きだね、牽制も。もうヘッドスライディング2回ぐらいさせられてさ、こう真っ黒になって、真っ黒になって、プロ野球であの投げてる人おるかなと思って、ピッチャーで高校生じゃねえんだからって。しかも全国放送だぞと思ってさ。たまにピッチャーであれだもんね、あのバンド処理でヘッドスライディング、ね、前で飛んでさ、うん、あの後はかっこいいじゃん、かっこいいじゃん、牽制でアウトになった後だみたいないや、それさ、東京ドームなんか人工芝やから、何やん汚れるの。甲子園とかだったら分かるで、うん、黒土で。この辺がびしょびしょなって、それでアウトなっとんかなんかなんとかしやんけどさ、そのイニング絶対すぐ行かなあかんからさ、もうびしょびしょのまま真っ黒になってた西さんね。だからもう荒木、まあ今もそうだけど、チームのサインってあるんだよね、牽制のサインとかいろいろ。一切、彼らには無視したサインっていうか、そのチームの、まあ、3人できてたサインがあったよね、うんうん、だから僕謙信と牽制で何回か指してんだけど、うん、あのない、牽制のサイン出さない、だから牽制のサイン出さないイコール相手もないと思うんだよね。そう、よくこうセカンドランナーはいつも俺とかをこう見るわけ、サイン出してないから。だけど見て何もない、あ何もないんだと思うから、ちょっとじゃあリードを大きめに取ろうってやつがいるけど、そうした時にパッてなんかね、こう一応パッて見るんだよ、うん、その見た時にいけると思ったらパーっていくと投げてきてアウトにするっていうのは何回かあったから、センスだね。そう、いやでもね、川上さんのセンスです。いやいや違う今はセカンドランの時に刺したろっていう気あるじゃん。荒木くんあんまないのよ、興味ないのよ実際ランナーに。でベンチからさ、こうマウンド行ってこうトラモン行く時にさ、
この回重要やなと6回ぐらいの時に1番から始まる時とかやったらさピンチになったらクリーンアップ来るわけじゃん。とらもしあのセカンド行ったらどうする牽制とかやったら「あ大丈夫でしょ出さないでしょ」とか言う分かる分かる分かるそれえっつって頑張るわで今はどっちかやったらピンチになった時にコーチはじめ全員が集まってきた時にほらここはしっかりダブルプレーのチャンスもあったらしっかり低めで行こうとまあ普通的な話で一人だけ「ケン2回目誘う」みたいな感じで「2回目2回目」とか「2球目行こう」とかね、うん、サインして「OKOK」っつってでそこまでは何もしてないから、うん、相手も油断あるし、うん、ここっていう時だよね、うん、そうそうここっていう時に刺したらめちゃくちゃでかいでしょ。さやる時にさあのトノマみたいにさドカベンのちょっとさ後ろにこうグローブ 手組んでなんか何も戦争みたいな感じでさ終わるわけよ。2球目だから1球目にいかにこうねもうでも1球目はサインしてんだよ。もう見てくれてる時にいつもやらないもう向こうだよ向こうでバッターだよみたいなもうえまあいい向こう向こう向こうって2球目の時なんかもう俺ですこうやる時にもうなんか今からやりますかねみたいな。それで2球目になった瞬間にまた同じ感じで出してもう知らん外野でも見ときながらサーッていくの。ほんでねそうってこうタイミングそうすると大体そのタイミングでこいつはちょっと動くなっていうタイミングだとバッていくとアウトになったあれ快感はないよね。だってあれキャッチャーの谷繁さんも当時分からんから谷繁さんも1球目を収束インコースでまずとかさ2球目そうやなって顔見ながらバッターのバッターのそうかそうかよしこうやって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 サイン出した時にお何牽制してんねんみたいな。まあねまあまあ今だからいいけど牽制するのってキャッチャーからのサインもあるからセカンドにせえっていうサインを出すもあるしでショートからの牽制のサインがあった時っていうのはあのまあキャッチャーも分かるからだけどキャッチャーにもみんな分からんわけよ。ほら騙されるわ。そりゃそうや味方も分かんないところでね味方も知らんもんなおって言うわけよベンチも含めて、うん、それは分からないから相手も分からないでしょっていうところだから多分野手の人たちは他の野手たちはあれサイン見落としたかなと思っちゃってるよね自分たちが大体アンサー出さなあかんもんね。そうそうなんかみんな出たらなんか決まりのなんかちょっと僕らにしか分からんね。だからあれ牽制サイン出しちゃうと、うん、なんか一瞬その空気になるよね。なるなる自分でも感じる時あるから。だってあの牽制サイン出した時にあのアンサーせなあかんかったからそうだからそのアンサーがピッチャー普段せんことやらないかんから牽制した時にまずいっつって俺ボール左にもう持っちゃってるよそうこうなんか手をこっちに持っていくとかなんかあったよなベルトをこう触るとかなんかユニフォームこうせ俺もう手ここに来ちゃってるけどどうしようかなってもう一回離そうとかってだって牽制のサイン出た瞬間にそうそうこう声がするそうそういつ入るんですかみたいな、どうしよう今まではパーって入ってこんなってチラッとか見てふってこうねやるのにもう牽制のサイン出た瞬間にだから一番厄介なのがさネック1っていうのがあってネック2っていうのがあってさそれネック1ネック2って何やったらその首の動きでねこうピッチャーによってはこうセット入ってホーム行く時にランナーセカンドにおる時ねこう1回見て2回見て行った時にセカンド牽制なんだけどで面白いやつがおってさあの久本っていうのがあって当時、ね、久本君の場合はセット入ると同時にセカンド見るんだまず。うんその時の1回って含まれるのかっていう久本お前だから練習の時にお前のこの1回ってあれ内野手お前1回と思っちゃってんちゃうかっつって最初向こう向けよっつっていや僕無理なんですよこっちとか言っていやどうしていいか健さん分かりませんとか言ってホーム向いて僕セット入れないんでっつってお前でもセカンド見てるぜって言ったら僕見てませんセカンドって言うからいや見てるよって言って言ったら確かにセカンド見てるの目線は下なんよ。そうだけど向いてるからねからこっちとしてはもう一回入っちゃってるからそうそうということでネックワンの時はもうこうでこうもうそのままだから久本のまま絶対ネックワンの時で向こう向いとかなそうそうねこうやってねそうそうこれ二遊間とかっていうのはねいろんな事件が起きるのよだから僕はやっぱ二遊間固定してほしいなってそういうところもあるのよ。慣れてると二遊間同士でそういうピッチャーで牽制できない子がおった時っていうのはうまくこうリードしてくれるだろうしあと二遊間でうまくこう目で合図して何とかやるっていうとかもやるだろうしだ違う人が来たらこっちがドキドキする、うん、だよね。でサイン出るでしょそう
分かってんのか分かってないのか、うん、あれだし、で荒木とあれだと荒木に荒木なんか出たかっていう感じで合図を送ると、うんうんうん、向こうもパッてこうねこのなんとなくでね単発でサインうちらで使ってたから、うんうん、これですよみたいなで逆もあるし、うん、荒木が、うん、今なんか出たんですかってコロコロコロっていうのはできたけど、そういう違うやつが来たらそのサインもないし、なんか逆に向こうもえっていう顔をされてもこっち言葉出せないから、そうだね、難しいよね。難しい。だからやっぱり本当に、ね、固定するっていうのがね、やっぱり一番いいよね。できるそのセンターライン、まあセンターはまあいいけど、特にこのキャッチャー含めてそこっていうのはやってほしいよね。ちょっと気になるのが、うん、プライベート的な部分はどうなのかなっていうのは。あ、荒木君と井端君が、まあ。基本的に、まあ、キャッチャーとピッチャーは多少ね、それはあの反省会っていうのがあって、まあ、種重さんがしょんぼりピッチャー打たれてしょんぼりした時はこう、まあ、今日ちょっと飯食うかとか言ってくれて、まあ、意外と野球の話しなくて普通で終わってこう、なんかうまくこう次に切り替えれるようなっていう感じあるけど、内野手同士もそんなにね、行くのはレギュラーと、まあ、補欠の子とかいうのは見たことあるけど、レギュラー同士でとかそういうのはどの球団も巨人もないでしょ、なかったでしょ、うん、だからやっぱりレギュラーはあくまでも自分の前、うん、ペースがあるから誘いにくいよね、レギュラー、ね、下だろうが、うん、まあ、上は誘うことはまずないんで、うん、だから荒木を誘おうとしてもやっぱためらうよね。そうそう、絶対ないと思う、うん、そんな。だから荒木は荒木の、ね、自分のペースがあるだろうし、うんうん、いや大体多分そうだと思うよ。だからあんまりね、 そんなにね、ロッカーの中でもじゃあレギュラー同士が集まってとかそのこうじゃれとるとかそんなはないよね。だから遠征先も多分、あ、今日の夜はどこ行くんかなって言ったら麻布十番行っとるかもしれない、トラはどこ行くんか、六本木ヒルズ行っとるかもしれないし、じゃあ立浪さんは言ったらもう赤坂のとか、多分みんなこうね、そら行くとこは違うと思う。そんなみんなでよし今日行くかとか、多分どの球団もないと、ソフト、あんな強いソフトバンクでも絶対ないよ、うん、年に本当1回あるかないか、ね、あるかないかだよね、うん、だからみんなね、こう意外とレギュラーの人っていうのはこう孤独ったおかしいけど、先発ピッチャーなんかね、もう到底誘いにくいよまあ先発ピッチャーはねそうだから勝って、うん、さあ勝って余裕があるからと思ったら、そうそう、もう次の日いないから、うん、帰っちゃうから、遠征とかだったら、うん、だから謙信ともほとんどないよね。シーズン中はないよ、うん、シーズン中はだってこれ名古屋だったらみんな車で来とるし、すぐ終わって帰るでしょ。で遠征中っていうのは僕は3日間いたら1試合目投げたらもう2試合目はもう練習して帰って名古屋に戻らないといけないから、で2試合目だったら2試合目が一番そんなんだわ、着いた日ももう何もできんし、そうそうそう、まあ、遡って2日間は大体こう閉じこもらないかんから、うん、そうそう、ね、遠征とかだとね、着いて行ってたんだっけ、あれ、あ、帰るんだね、遠征でもね、遠征でも帰る、うん、なんかもう投げて帰って調整だから、そうそう、でも大体ね、休みも一人で休みだからね、うん、そうそう、ピッチャー、先発ピッチャー一人の、だリリーフ陣ということも少なかったよ、だから、うん、で投げた日ぐらいでしょ、投げた日は出かけれるけ だけどもうちょっとしたケアとかもしなきゃいけないし、ね、まあ、半分ぐらい負け取る率が高いから、負け取るのに出かけ取ったら何か言われるしね負けてんのになんですぐ行くんだって、で勝って気分よく行ったら、あいつ帰り遅いなってこうチェック入ったりね、うん、意外とそういうのないんですよ、真面目なんですよ。